5番目にちょっとちょっとしたら質的に違うかもしれませんが、書きましたのはこの、まあ、原発の半世紀と同じようにこの半世紀にですね、例えば自動車などに見られるようにこの、まあ、フォードなんかがリーマンショックで破綻しましたね。なぜそうなったのかという中の一つにはそのフォードで大きくなって蓄えた資産を資金運用して儲ける連中ですね、同じフォードの中で俺たちがフォードの社内で儲け頭なんだと、これが金融工学とか金融工学に基づく金融分野で動いてきた連中が社内でのさばってで一人で何億と報酬を取っていくとかですね、そういうふうな結果フォードなんかはやっぱり技術分野が衰退をしていくという問題を抱えて、しかしその金融分野の連中がこの金融博打で世界経済を不安にするとともに、不安な時こそ金融博打をやる連中にとっては儲けのチャンスなんですね。でそういうふうな非常にこの科学もこの安全神話で腐敗しましたが、科学技術そのものを衰退させながら金融の分野で経済社会をこの危機に陥れていくということをやってきた半世紀でもあったということもまた見ておくことが大事ではないかなというふうに思うわけです。それで改めて1F 事項について見ておきますと、実は資本の論理がそこにもずっと本当は貫いていることではあるんですけれども、まず大きな流れの中で 1F 事項を読み解くとともに、この 1F 事項そのものについても建設時点からの問題をよく見るということがものすごく大事だと思います。実はその 1F が福島第一が建っている場所というのは何億年もの間海底で堆積した堆積層ですね、富岡層っていうのはそれが隆起してできた台地なんですね。海岸のところでもう隆起してできている台地なんですが、戦前は陸軍の航空隊の練習機の飛行場があったところですが、なぜ海抜40メートルの台地を10メートルまで原発敷地は切り下げたかという、やっぱり建設時点の問題があるわけですね。でここには2つの問題あって、原発は固い人工岩盤を作ってその上建てるんですけれども、人工岩盤といえどもまあ、不当沈下したりとかそういうことあっては困りますから、下のより硬い岩盤のところまで基礎杭を打つわけですね。たくさんの基礎杭を打つわけですよ。で10メートルの高さから基礎杭を打つか40メートルから打つかでは建設コストは全然違うんです。堆積層ですからブルドーザーでザーッと引いていったら土砂は取れるんですけれども、そっちの方がはるかにコスト安いわけで、でもう一つの問題は40メートルの高台に原発を作ったとしますと、確かに津波の時は原発には押し寄せませんけれども、原発は運転中も停止中も圧力容器の中へ冷却水をぐるぐる、回すわけですが、その冷却水そのものを冷やすために熱交換器で海水で冷やすわけですね。この海水を10メートルポンプアップするか40メートルポンプアップするかで動力コストが全然違うんです。だから建設コストと動力コストを下げるという、これは建設時点でのやっぱり問題なんです。でそれでこの10メートルに削ってとなりますと、当然のことながら地下水問題はその時点で考えなきゃいけないです。で地下水問題を考えるのは土木工事では重要なことだというのは、あちこちのトンネル工事その他でですね、地下水脈想定外のやつにぶつかって大量の出水でたくさんの犠牲者が出るとか何度も経験してるんです。でその地下水対策を取るとなると、まあ約1000億ぐらいかかるというふうな話も最近も出されてますが、
敷地教会のところに高野板を打って、あの二重に打って真ん中にコンクリートを入れて固めるか、まあどうするか、広報はいろいろ専門的な人が考える話になりますが、要するにそこで地下水を完全に敷地の中に入らないブロックしてしまったら、もともと地下水が今の汚染水で汚染されるということはなかったんです、うん、なぜブロックしなかったのか、それはもともと原発は事故をやらないと、安全神話でやってるもんですから、事故をやらなきゃ汚染水は出ないわけです。地下水が下走っとっても全然心配ないですよ。そもそも事故をやらないというところから始まってるから、今のように汚染水問題の対策すら取れないという問題が出てしまったと、そのことを見ておくことが大事ではないかというふうに思います。そして賠償や除染、汚染水対策、廃炉処理、これらを考えたときに一番考えなきゃいけないのは、そもそも東電をどうするのかということを考えなきゃいけないです。で今安倍さんは国が前面に出てやりますとかカッコつけてますが、国が前面に出てというのは言葉は綺麗なんですが、要するに国民の税金でやりますということなんですよ、うん、でおいちょっと待ってくれよと、大阪中小企業いっぱいあるし、倒産したり傾いてるところいっぱいあるけれども、この破産するようなところは全部税金で面倒見てくれるんかいよということになると思うんですね。それは絶対ありえないです。東京電力は民間企業である以上、国がこの国民の税金で前面に出て処理するというのはおかしいんですよ。じゃあ何が必要かと、これやはり2年前に差し戻るんですが、これはこういう図があると思うんですよね。上の方に要するに原子力損害賠償支援機構法というスキーム図が載ってますが、まあこの図は何を意味しているかと言いますと、この機構というやつが癖物なんです。だいたい最近やたらと機構というのを名付けると、その機構が出てくるたびにインチキ臭いんですが、この機構というのは国から5兆円の交付国債をもらって、そして銀行から2兆円の枠内で政府保証付きで金を調達する。でこの機構を通じて東京電力に現金を渡すんです。で現金を渡すときには交付国債を現金に変えて渡すんです。でそれで東京電力は賠償や除染や汚染水処理や廃炉に、対策に金を充てるというようになっています。しかしこの金がなかったら東電はとっくの昔に破産企業だから破綻処理しなきゃいけないです。つまり株式は紙くずにしてしまう。で長期短期の銀行債権は債権放棄をさせる。で GE その他には製造物責任その他応分の責任を取らせるということを、これはそのための重戦の処理の時のような法律をね、やっぱりちゃんと作らなきゃいけませんが、まあ、いわば国が管財になってきちんとやっていく、それに必要な法律は作らなきゃいけませんが、そして破綻処理をして、多くの人が心配するのは破綻処理したら一つは電気大丈夫かという心配があるんですが、それ心配ないんです。資産として水力発電所も火力発電所も送電線も全部残るわけです。で技術屋さんも電気料金の徴収もみんな社員として残るわけです。何の心配もないです。電気は今まで通り供給して、でそれでただ東京電力というネームワッペンとかね、会社のネームプレートだけ日本って書き換えるだけの話なんです。あとは何も変わらないんです。でその上で火力発電所や水力発電所は民間企業に売ればいいわけです。で売って入ってきた金でまあ金融危機が起こらないように必要ならば銀行に銀行の株主株を国がその金で持つとかですね、金融危機対策とか、それはそれでまた考えようがあるわけなんです。でいずれにしても東電は破綻処理をさせしてしまうと、破綻処理をしたら国が前面に出て東電が情報を隠そうとしても国がやるわけですから隠しようないようです。全部情報を握って、それで全世界全国の英知を結集して汚染水対策をはじめとする処理ができるんです。これは2年前にこの法律が出たときに、実は私がこの委員会で
反対だということでやったわけですけれども、ところが民主党政権時代にこの原子力損害賠償支援機構法という法律が出てきて、で自民党と公明党が民主党と中身のすり合わせをして作り上げたんです。なぜこんな法律を作ったかといいますと、理由があるんです。それはあくまでも東京電力を残すと、東京電力を破綻させると銀行に債権放棄を迫ることになると、東電も銀行も生き延びさせるにはこの方法だと。で東電を残すということは東電だけの問題じゃないです。旧電力に関わる問題です。地域独占と総括原価方式を何としても残すと。でそのことで何としても原発輸出と再稼働でまた儲けようと、こういうこの原発利益共同体の利益を守ると、これがこの原子力損害賠償支援機構法の根底に流れ取った考え方なんです。で自公民3党がこれでまとまったんです。この法律が作られてしまったために東電は生き延びたんです。生き延びた以上、この除染であれ何であれ責任を持たなきゃいけないのはやっぱり東電というのなんです。民間企業ですから。で国が直接乗り出せというわけにやっぱりいかないわけですね。命令はいろいろあだこうだと言えたにしても、やるのは東電なんです。そして逆にこの国が前面に出てということは結局税金を使うということなんですが、税金を一民間企業に出すということはそれは誰が考えてもおかしいんです。だから破綻処理をしなかった、そして東電任せの対策を取ったためにこの2年9ヶ月事故処理も汚染水処理も民主党政権時代から第二次安倍政権に至るまでずっとできなかったのは、ここに根本的な問題があるんだということを見ておくことが大事ではないかというふうに思います。それで7番目にですが、最後に根本は問題提起的になりますが、今回のこういう事故を通じて科学をどう見るかとか技術をどう見るかとか、核と人類は共存できるかできないかとか、いろんな問題が提起されてきました。で、その時にやはり現実の具体的な問題から出発して考えていくのか、観念から出発して考えていくのかというのが繰り返し問題になってきたことではないかなというふうに思うわけです。で政治の舞台にいたものとして最後に一言だけ申し上げますと、やはり質問の時にいつも心がけたのは、相手のこの性的からですね、政治の敵から、それはあまりにも情緒的な質問ではないかとか、街頭演説の延長上の質問じゃないかというふうに揶揄されるような質問はやらないと。やっぱり科学的技術的論理的に追求することを心がけて、そしてその追求が世論と運動と結びついたときに力を発揮するんだと、この立場で取り組んできたわけなんですが、やっぱり事実から出発した質問の積み重ねというのが大事で、私だけでこの追求は終わるわけじゃありませんから、私が追求してきたことが後々にまた後に続く方たちが生かしてくれたら、くれはったらいいわけですから、そういう立場で臨んできましたが、やはり原発問題追及するときにしても、とにかくけしからんかなってやってるだけだったら、こう演説はできるんですが、質問にならないわけですよ。やっぱりその質問というのは科学的技術的論理的に追及すると。でその立場だけじゃやっぱり弱いんで、やっぱり世論と運動があって、それと結びつく質問というのは力を発揮すると。そこに政治の世界と、多くの皆さんの暮らしや世論との大事な接点といいますか、力を発揮するその源になったものがあるんじゃないかなと、こんなふうに思っております。以上、相当雑白な話になりましたが、もうあまり問題提起になっていないと思いますが、私のご報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。